リプレイヘアデザイン店長ふみこと申します。しっかりと押さえて引き出しをしていきます。結構編み目を目安に引き出していくと、シリコンゴム1本ではなく2本でこれを頭皮の丸みに沿って下から上に引っ張ります。ここの襟足のアウトラインが作りやすくなるので、ここが緩いと、引き出しをしていく過程でどんどんそのシニオンがお団子がでかくなってしまうので、ここですね、ゴムに向かって刺していきます。このフェイスラインがボケるイメージで、これで指先に巻きつけたらくるくると巻き込んでいくように、ちょっとバームなどをつけてパサつきを抑えます。今回コテを使わずに、作ったシニオンスタイルなんですけれども、ぜひ皆さんも練習してみてください。